最近ですね、彼女ができたんですよ。まあ今撮影してるのが1月の8日なんですよ。まあ告白した日がですね、1月の6日、2日前ですよ。どんな彼女かっていうと、結構外見はスタイリッシュで、瞳も大きくて、どっちかっていうと、こう結構綺麗めな感じの人なんですよ。まあこの話は置いといて、ついに買ってきましたよ !NEX5R! もうみんな一眼買ってるんじゃないですか。正月が買い時だったんですよ。最初にライフガードくんが買って、トミクさん、今買い時ですよ。ね。はじめくんに、はじめくん、どういうのがいいかなつって。で、はじめくんは、まあ、僕はなんかこう、キャノンのなんかそういう、なんか、で、こういうなんか、あれがいいですよ、みたいな、言われたんですよ。これも確かに画質はめっちゃ綺麗だね、つって、こう話してた。結構、あ、それでもいいかなと思ったんですけども、やっぱ動画ってこう、特に俺の動画ってこう、激しい動きあるじゃないですか。そうすると、こう、ピントがね、こう、ボケちゃうんですよ。ピント合うのに、こう、時間かかっちゃうんで、だったらこのピントがこう、瞬時にこう合うソニーの NX5R の方がこういいかなと思って買いました。4万800円です。いやーもうこれ今買わないともう絶対損だと思ったんですよ。あの時が懐かしいな。CX270V だよ。よくわかんないよ。開けるよ。保証書だよ。説明書だよ。なんかだよ。それじゃあ開封するよ。なんか説明書と DVD、 なんか変な DVD となんか説明書が入ってるよ。中身はこういう感じに入ってるよ。なんかコンセントのやつだよ。なんか黒い物体だよ。多分電池だよ。とりあえずつなげるやつだよ。つなげるやつと黒いやつだよ。パッパパーン、パッパパーン。いやー見てくださいよ、これすごいすごいっすよ。これレンズですよ。パワーズームレンズキットっていうシングルのやつ買ったんで、まあついてますね。ここでこう電池を多分入れられると思うんです。装着チキーン。あれ、これは SD カード入れるところかな。SD カードが入ってないよ。ライトか。ライトね。なるほど。これはライトだよ。なんかそれ、てか、邪魔だな。つけてみるよ。これ。充電しないとダメみたいだよ。これ充電しないとダメ系か？はぁ？じゃあこれにちょっと切り替えてみますね。うわぁ。いや、素晴らしいね。今までこのソニーのハンディカムの CX270V を使ってたんですけども、やっぱりこう、室内ではこれを使って、外ではこれを使おうと思ってます。ちょっと、黙って聞いてたら何よ、そのカメラ。おい、お前、忘れていると思いますが、こいつは、かつての俺の彼女であり、俺のパートナーだった。あんた、こんな女の何がいいのよ。私との思い出忘れたの？忘れてないよ、ジャイアントコーン。でもな、新しいカメラに変えたいんだ。嘘よ、あの時の言葉嘘だったの？もう俺にはこいつがいるんだ。何よ、あの今までの思い出は何だったの？カパカパすんのいいの？カパカパね、あれだね、ご主人、あ、もうパカパカね、もうパカパカパコパコですよ。みんな今日は来てくれてありがとうね。あ、でもあれか、ジャイアントコーン目線だからこういう感じでございますね。まああとはまあ適当に。なんかボリン、今の彼女はもう NEX5R なんだ。コンパクトでレンズも大きくて写りも綺麗だ。そんな私はもう用済みだったのね。体目的だったのね。違うんだ。でもお前が好きなことは変わりがない。嘘よ、このスケベ。これからはね、一眼を使って撮影していきたいと思います。茶番に付き合ってくれてありがとうございます。それではまた次回もよろしくちゃん。いやマジでこれなんだし。ライトか。ライトね。なるほど、これはライトだよ。